アルフレッド・ラッセル・ウォレスは、イギリスの博物学者、生物学者、探検家、人類学者、地理学者。ウォレスは、ウォーレスとも表記する。アマゾン川とマレー諸島を広範囲に、実地探査して、インドネシアの動物の分布を二つの異なった地域に、分ける分布境界線、ウォレス線を特定した。そのため時に、生物地理学の父と呼ばれることもある。 チャールズ・ダーウィンとは別に自身の自然選択を発見し、ダーウィンの理論の公表を促した。また自然選択説の共同発見者であると同時に、進化理論の発展のために、いくつか貢献をした19世紀の主要な進化、理論家の一人である。その中には、自然選択が種文化をどのように促すかというオーレス効果と、警告色の概念が含まれる。 心霊主義の衝動と人間の精神の非物質的な起源への関心は、当時の科学界、特に他の進化論の支持者との関係を緊迫させたが、ピルトダウン人熱造事件の際は、それを熱造を見抜く根拠ともなった。イギリスの社会経済の不平等に目を向け、人間活動の環境に対する影響を考えた、初期の学者の一人でもあり、講演や著作を通じて幅広く活動した。 インドネシアとマレーシアにおける探検と発見の記録は、マレー諸島として出版され、19世紀の科学探検書として、最も影響力と人気がある一冊だった。ウォレスの自伝によれば、ウォレスとアニ・ジョンが設計したニースの職工学校1823年に、ウェールズのモンマス・シャー州ウスク近郊に生まれる。父とマスベア・ウォレスは、法務官で、社会的地位は低くなかったが、 生活は貧しかった。母、メリー・アングリーネルは、ハートフォードの中流階級の出身であった。トマス・ウォレスは、スコットランド出身で、他の多くのスコットランドのウォレス家と同じように、ウィリアム・ウォレスとのつながりを主張した。5歳の時に、家族は、ロンドン北部ハートフォードに移住した。ウォレスは、生物学の専門教育を受けたことのない在野の研究者であった。 ハートフォードで小学校に通ったが、家計の問題から卒業する前の1836年に、見習い校だったアニジョンのいるロンドンへ移住した。その後、長兄、ウィリアムの下で見習い測量士となった。ロンドンでは、職工学校で本を読み、講義に参加し、トマス・ペインやロバート・オーエンのような求進的な社会改革思想に出会った。 1837年にウィリアムと共にロンドンを離れ、キングトン、西イングランド、ウェールズを転々としたが、1843年に仕事の行き詰まりのために兄と別れた。この初期の頻繁な移住は現代でウォレスの国籍について論争を起こした。短い失業の後レスターの学校で講師として雇われた。そこでスケッチ、測量、地図作成を教えた。 ウォレスはレスター図書館で多くの時間を費やした。トマス・マルサスの人口論を読み、ある日若きアマチュアの昆虫学者、ヘンリー・ベイツと出会った。ベイツはわずか19歳で動物学雑誌にカブトムシに関する論文を発表していた。二人はすぐに友人となり、ウォレスは昆虫採集を始めた。この出会いをウォレスは 図書館で誰かに紹介されたと思うと後に改装した。1845年にウィリアムが死ぬと講師を辞めたが、ウォレスとジョンには新たなビジネスを始める力はなかった。2ヶ月後にニースで鉄道工事の土木技師として雇われた。仕事の舞台は田園地方だったので、仕事の合間に昆虫採集への情熱を満足させることができた。 ウォレスはジョンを説得し新しい建築測量会社を始めた。ニースの職工学校のデザインなどいくつかの仕事を成功させた。学校の創設者、ウィリアム・ジェボンズはウォレスに感心し、学校で科学と工学を教えるよう説得した。1846年秋にウォレスとジョンは、ニースの近くに小さな家を買い、母と妹を呼んで一緒に暮らし始めた。この時期に彼は、 ベイツと頻繁に文通し、匿名の進化に関する論文、創造の自然史の痕跡やダーウィンのビーグル号公開期、チャールズ・ライエルの地質学原理などを読みあさった。マレー諸島の地図。黒い線はウォレスの皇帝を、赤い線は火山の連なりを示す。アレキサンダー・フォン・フンボルト、ダーウィン、ウィリアム・ヘンリー・エドワーズなど、初期の探検博物学者の手記に触発され、 ウォレスはベイツを誘い海外で博物学の調査を行うことを決心した。二人は1848年にブラジルへ出発した。彼らの目的はアマゾンの熱帯雨林で昆虫や他の動物の標本を集め、イギリスに戻ってからコレクターに売ることであった。また彼らは種の変化の証拠を集めることを望んだ。ブラジルではベレン近郊で数ヶ月間もに収集活動した後、 別れて内陸に旅立ち標本採集を続けた。二人は何度か調査結果を知らせ合うためにあった。1849年には短い間、若い探検家、植物学者、リチャード・スプルースとウォレスの弟・ハーバーと共に活動した。ハーバーとはすぐに最終探検家の道を諦めたが、スプルースはベイツのように10年以上も南アメリカで探検を続けることになる。レスは、 ネグロ川を4年間調査し、標本を集め、出会った民族や言語、地理、動植物賞をノートに記した。1852年7月にヘレン号でイギリスへの帰途に着いた。出発から28日後に船の貨物から出荷し、ウォレスのコレクションはすべて失われた。日記とほんのわずかなスケッチだけが手元に残った。ウォレスと船員は十日間ボートで漂流した後、 他の小舟に救助された。イギリスへ戻った後、標本の保険金で18ヶ月を送った。この期間中、探検のメモを失っていたにもかかわらず6つの論文と2つの本を執筆したが、本の売れ行きは悪かった。また、ダーウィンを含む多くの博物学者と人脈を築いた。マレー諸島のイラスト、ワラストビガエル。1854年から1862年まで。 現在のマレーシアとインドネシアを探検し標本を集めた。スンダレ島のバリ島とロンボク島の狭い海峡の間に大きく異なる2つの動物章が隣接していることを発見した彼の観察は生物地理学の分布境界線の提案につながった。この線は後にトマス・ハクスリーによってウォレス線と名付けられた。マレー諸島では十二万五千以上の標本を集め、 うち8万がカブトムシであった。そのうち1000以上が新種として記載された。この時期の発見で現在でも有名なのは、樹状性の滑空するカエルロッコフェラス・ニグロパルメータスであり、和名はラストビガエル、ウォレスのトビガエルとして知られている。この探検の間に進化と自然選択に関する洞察を行った。彼の研究と探検の記録は1869年に、 マレー諸島として発表された。これは19世紀の科学調査記録として最も人気のある一冊となり、出版社は1920年代まで増刷を繰り返した。ダーウィンやライエルのような科学者からだけではなく小説家、ジョセフ・コンラットのような科学者以外からも賞賛された。コンラットはお気に入りの枕元のお供と呼び、小説の情報源として用いた。 1862年にウォレスはイギリスに帰国しアネファニーとその夫トーマスと共に暮らし始めた。旅行のコレクションを整理し、ロンドン動物学会のような会合で探検と発見について多くの発表を行った。同年暮れにダーウィンの自宅を訪ねた。ダーウィンを通してチャールズ・ライエルとハーバート・スペンサーとも友人となった。1860年代を通してウォレスは、 自然選択説を擁護する論文を書き、講義を行った。彼は、また様々な話題についてダーウィンと文通した。その中には、性選択、警告色自然選択が交雑と種の多様性に果たす役割、などが含まれる。1865年に、心霊主義に関する調査を始めた。1864年に若い女性への1年間の、求婚の末、 婚約にたどり着いた。しかしその婚約は破棄された。ウォレスの自伝では、ミスエルと呼び、ひどく老狽したことだけが記されている。1866年に、アニー・ミッテンと結婚した。アニーは、ケ学者、ウィリアム・ミッテンの娘で、ブラジルで友人となった、リチャード・スプルースの紹介で知り合った。1872年に、エセックスに借りた土地にコンクリート作りの家を建て、 1876年まで過ごした。ウォレスには3人の子供がいた。ハーバート、バイオレット、ウィリアムである。1860年代と1870年代には、ウォレス家の家計は危機的状況にあった。マレー諸島の標本の売り上げはかなりの額になり、代理人は慎重に投資に用いたが、帰国後のウォレスは大部分を鉄道と鉱山へ投資して、浪費し、 マレー諸島の収入に頼るしかなかった。友人の口添えにもかかわらず博物館の理事のような就寝の有給職に就くことができなかった。1872年から1876年の間に政府のために25の論文を書き、ダーウィンやライエルらの著作の編集を手伝うことでも現金収入を得たが、1876年には、 出版社から500ポンドの前借りをしなければならないほど困窮していた。ウォレスの科学への貢献と彼の困難な状況をよく知っていたダーウィンは長い間強く政府へ年金支給を働きかけた。1881年に200ポンドの年金が支払われることになり財政状況は安定した。ジョン・スチュアート・ミルはウォレスがマレー諸島の中で行った イギリスの社会批判に感心した。ミルはオレスに私的な国土改革委員会に加わるよう要請したが、委員会は1873年のミルの死後、解散した。1873年から1879年まで政治と社会に関する著述はわずかであった。1879年、56歳の時に本格的に貿易政策と農地改革の議論へ参加した。 当時のイギリス社会で、しばしば乱用された裕福な地主の力を弱めるために、土地は国有化された数の人々の利益となるように、貸し出されなければならないと考えた。1881年に新設された土地国有化委員会の最初の会長に選ばれた。翌年、土地国有化を出版した。彼はまた労働者に与えるネガティブな影響のために、自由貿易政策を批判した。 1889年にエドワード・ベラミーの帰り見ればを読み自分は社会主義者であると宣言した。これらの思想は19世紀の多くの進化思想家によって支持された社会ダーウィニズムと優勢学への反対を導いた。彼は誰かの敵不敵を決定するのに現代社会があまりにも不公正で歪んでいると考えた。1898年には金や 銀の基盤ををを持持たたないい純貨幣システムを支持する論文を書いたこの論文は、経済学者、アービング・フィッシャーに影響を与え、フィッシャーは1920年の著書、ドルの安定をオーレスに捧げている。その他にも幅広い話題、例えば女性参政権への支持、軍国主義の無益さと危険性について論じている。彼は、残りの人生を通して、 社会改革を訴え続けなければならないと確信していた。民主主義の反乱は死のわずか一週間前に出版された。社会活動をする傍ら科学的な研究も止めることはなかった。1886年11月にはアメリカ合衆国へ10ヶ月にわたる公園旅行へ旅立った。公園の大部分は進化と自然選択説に関するものだったが、 生物地理学や心霊主義、社会経済改革にも触れた。この旅行の間、前年にカリフォルニアに移住したアニジョンと再会した。さらにコロラドに一週間滞在し、氷河がヨーロッパとアジア、北アメリカの植物賞の類似をどのように説明できるかの証拠を集めるために、アメリカの植物学者、アリス・イーストウッドをガイドとして、ロッキー山脈の植物賞を調査した。 これは1891年にイギリスとアメリカの花として出版された。また多くのアメリカの博物学者、自然科学者と愛彼らのコレクションを観察した。アメリカ旅行で得た情報と講義の記録をもとに1898年にダーウィニズムを出版した。1913年11月7日に10年前に建ててオールド・オーチャードと呼んでいた自宅で死去した。 90歳であった。彼の死は多くの新聞で報道された。ニューヨークタイムズは、朝鮮的な研究によって、世紀の思想を変革し発展させたダーウィン、ハクスリー、スペンサー、ライエル、オーウェンらを含む偉大な知識人グループの最後の巨人、と呼んだ。友人の一部は、ウェストミンスター寺院に埋葬されるよう提案したが、夫人は、ウォレスの意志を組み、ブロードストーンの 小さな墓地に葬られた。イギリスの科学者は、ウォレスのレリーフを、ウェストミンスター寺院のダーウィンの墓の隣に置くための委員会を作り、レリーフは1915年11月1日に公開された。ダーウィンとは異なり、ウォレスはすでに種の変化を信じる、博物学者として出発した。進化の初期の概念は、ジャンバティストラ・マルク、ジョフロア・サンティエール、エラズマス・ダーウィン、 ロバート・グラントによって提唱された。しかしそれは広い論争及び主要な博物学者には受け入れられていなかった。キュビエ、オーウェン、セジュイク、ライエルのような指導的な解剖学者や地質学者は厳しく攻撃した。ウォレスがいつも政治、宗教、科学における過激思想や周辺的なアイデアを支持したいと考えていたことが ウォレスの需要の原因ではないかとも示唆された。ロンドンディンネ学会での自然選択説の共同発表50周年を記念して、1908年にダーウィン・ウォレスメダルが創設された。ウォレスは、また非常に大きな論争を引き起こした、ロバート・チェンバースの匿名の著書、創造の自然史の痕跡の影響を強く受けた。1845年にはベーツに次のように書いた。 私は多分あなたよりも痕跡に好意的です。私はそれを早まって一般化しようとは思わず、むしろいくつかの重要な事実とアナロジーに支持されているうまい仮説だと思います。しかしそれはより多くの事実と問題に関する研究がもたらす光によって証明されなければなりません。それは自然種のあらゆる研究家に問題を提供します。 彼の観察した証拠はそれを指示することも反対することもできます。そしてそれは証拠の収集の刺激となるし、集まった証拠によって検証される問題ともなります。ウォレスは近接して生息している。主導誌は関連があるという進化の仮説を検証するために意図的に調査プランを立てることがあった。アマゾン川流域の調査では、アマゾン川とその支流が、 地理的障壁になっていることに気づき、1853年のアマゾンの猿についてで論じた。その論文の終わり近くで彼は疑問を提示する。非常に類似した種は遠くに切り離されているだろうか ?1855 年2月にボルネオ島の皿枠で調査しているとき、新種の導入を調節する法則についてと題した論文を書き、 1855年9月に発表された。この論文では種の地理的、地質的分布に関する幅広い観察を集め列挙した。彼はあらゆる種は時間的、空間的に密接した類似種と調和して存在すると結論した。これは沢楽の法則として知られるようになった。ウォレスはこのように以前の論文で提起した自分の疑問に答えた。 いかなる進化のメカニズムにも言及しなかったが、この論文は彼が3年後に書く重大な論文の前兆である。この論文は種は不変であるというライエルの核心に衝撃を与えた。1842年にライエルはダーウィンから種の変化を支持すると表明した手紙を受け取っていたが、強く反対した。1856年の初頭にライエルはウォレスの論文と、 それを、概ねよくできている。ウォレスは、私の疑問をうまく説明する。彼の理論によれば様々な家畜動物種は種へと発展したと評したエドワード・ブライスについて話した。このようなヒントにもかかわらず、ダーウィンは、ウォレスの結論が当時としては、先進的な創造論であると誤解した。特に新しいものはない。私の木の例えを使った、けれど、創造説のようだ。 ライエルはダーウィンよりも強く印象付けられていた。ライエルはノートをつけ、これが意味するところ、特に人間の祖先について取り組んだ。ダーウィンはこれより先に、共通の友人ジョセフ・フカーに、自分の理論を打ち明けていた。そしてこの時初めてライエルに、自然選択の完全な詳細を説明した。ライエルはそれに同意できなかったが、彼はダーウィンに選手権を確保するために公表するよう、 促したダーウィンは最初は抵抗したが、1856年5月から、この問題の対処の執筆に取り掛かった。1858年2月までに、ウォレスは、マレー諸島の生物地理学研究を通して、進化の事実を確信していた。後に、自伝で次のように述べた。ウォレスの自伝によれば、熱病に倒れ伏せているとき、ベッドの上で、 トマス・マルサスの人口論について考えていて、自然選択を思いついたと述べている。ダーウィニズムに掲載された、ウォレスのポートレートと署名ウォレスは一度、短い間ダーウィンに会ったことがあり文通相手の一人となっていた。ダーウィンは彼からの情報を自分の理論の補強に用いていた。ウォレスのダーウィン宛の最初の手紙は失われているが、ウォレスは自分宛の手紙を慎重に保存していた。 1857年5月1日の最初の手紙では1855年のサワ枠論文と10月10日付のウォレスの手紙にコメントしていた。ダーウィンは二人が類似した結論に達していること、自分の説は発表まで、あと2年はかかりそうだと告げていた。1857年12月22日付の第二の手紙でダーウィンは生物の分布についてウォレスが理論を作ったことが、 どれほど嬉しいかを述べ、熟慮がなければ素晴らしいオリジナルな観察もありませんと、付け加えると同時に、私はあなたよりずっと先に進んでいると思いますと、述べた。ウォレスはこの問題のダーウィンの意見を信じ、1858年2月に書いた、小論、編集が元の方から限りなく遠ざかる傾向についてを、同封し、ダーウィンがそれをチェックして価値があると思われたら、 ライエルに渡してほしいと頼んだ。ダーウィンは1858年6月18日に、その原稿を受け取った。ウォレスの小論は、ダーウィンの用語、自然選択を使用しなかったが、環境圧力によってある種は禁煙種から異なって、行くという進化のメカニズムはほとんど同じものであった。ダーウィンは原稿をライエルに送り、手紙を添えてこう述べた。 これほどの偶然の一致を見たことがありません。もしウォレスが私の1842年の概要を持っていたとしても、これより良い要約を作ることができなかったでしょう。彼の用語さえ私の章の見出しにあります。彼は私に公表してほしいとは言わないけれど、しかし、もちろん私はすぐに手紙を書いてどんな雑誌にでも発表するというつもりですダーウィンは息子の病気で困憊しており、 この問題をライエルとフッカーに委ねた。彼らはウォレスの論文をダーウィンの選手権を示す未発表の著作と一緒に共同発表することに決めた。ウォレスの原稿は1858年7月1日のロンドン銀ンネ学会で1847年にダーウィンがフッカーに個人的に明かした小論と1857年にエーサグレーに当てて書いた手紙と共に発表された。 ウォレスは後に、この処置を知らされたが、満足して受け入れた。彼は軽んじられたり無視されていなかった。ダーウィンの社会的、科学的地位はウォレスより、はるかに高く、ダーウィンなしで進化に関するウォレスの意見が、真面目に取り上げられることはありそうになかった。ライエルとフッカーの処置はウォレスを、共同発見者の地位に引き上げただけでなく、ウォレスを、イギリス科学界の最高レベルの一員とした。 この発表の直後の反応は薄かった。翌1859年3月にンネ学会の会長は前年には何の大発見もなかったと述べた。しかし同年11月の種の起源の出版によって重要性は明らかとなった。ウォレスはイギリスに帰国しダーウィンと会った。彼らは生涯友人であり続けた。この二人の関係は長い間幾人かの 研究家によって疑われてきた。1980年代には2つの本が、ダーウィンが鍵となるアイデアをウォレスから盗んで理論を完成させたと主張した。この主張は多くの研究者によって検討され、信用できないと結論付けられた。種の起源の出版後、ウォレスはその最も忠実な支持者の一人となった。ダーウィンは種の起源で蜜蜂の六角形の巣が、 どのようにして自然選択で進化しうるかを論じたが、ダブリン大学の地質学教授はこれを鋭く批判した。1863年にウォレスは、この批判に厳しく反論する短い論文を書き、ダーウィンを喜ばせた。1867年には、アーガイル校、ジョージ・ギャンベルによって書かれた自然選択説批判に反論した。 1870年のイギリス学術会議の会合の後、ダーウィンに博物学をよく知っている反対者はおらず、我々がしたような良い議論も行われていないと不平を漏らした。ダーウィンは、ウォレスの論文が基本的に自分のものと同じであると考えたが、科学者は二人の差異を指摘している。ダーウィンは同種の個体間の生存と繁殖の競争を強調した。ウォレスは、 生物地理学的、環境的な圧力が種と編集を分かち、彼らを地域ごとの環境に適応させると強調した。他の人々アオレスが種と編集を環境に適応させたままにしておく一種のフィードバックシステムとして自然選択を心に描いているようだと指摘した。1867年にダーウィンは一部の芋虫が目立つ体色を進化させていることについて、 自身の見解をウォレスに話した。ダーウィンは性選択が多くの動物の体色を説明できると考えていたが、それがイモムシには当てはめられないことをわかっていた。ウォレスはベイツと彼が素晴らしい色彩を持つ蝶の多くが独特の匂いと味を持つことに気づいたと答えた。そして蝶類と昆虫を研究していたジョン・ジェンナー・ウィアーから鳥が一部の白い側、 まずいと気づいておりそれらを捕食しないと聞いたことも伝えた。すなわち、白い側夕暮れ時には、日中の派手な芋虫と同じくらい目立つのです。ウォレスは、芋虫の派手な色は捕食者への警告として、自然選択を通して進化が可能であると思われる、と返事を書いた。ダーウィンはこの考えに感心した。 ウォレスはそれ以降の昆虫学会の会合で警告色に関するどんな証拠も求めた。1869年にウィアーはウォレスのアイデアを支持する明るい退職の芋虫に関する実験と観察のデータを発表した。警告色はウォレスが動物の退職の進化へ行った多くの貢献のうち最も大きな一つである。 そしてこれは性選択に関してダーウィンとオーレスの不一致の一部でもあった。1878年の著書では多くの動植物の色について幅広く論じ、ダーウィンが性選択の結果であると考えたいくつかのケースに関して代替理論を提示した。1889年のダーウィニズムではこの問題を詳細に再検討している。 1889年のダーウィニズムでウォレスは自然選択について説明した。その中で自然選択が2つの変種の交雑の障害となることで生殖的隔離を促すという仮説を提唱した。これは新たな種の誕生に関与するかもしれない。このアイデアは現在ではウォレス効果として知られている。 彼は1868年という早い時点でダーウィンへの指針で自然選択が種文化に果たす役割について述べていたが具体的な研究を進めなかった。今日の進化生物学でもこの問題の研究は続けられておりコンピューターシミュレーションと観察によって有効性が支持されている。1864年に人種の起源と 自然選択の理論から導かれる人間の古さを発表し、自然選択説、進化理論を人類に適用した。ウォレスは、精神組織が発達した知性の高いゲルマン人種のような優等人種は増加する一方で、劣等人種は逐次消滅してきたとし、人間の進化は有色人種の消滅まで続くとした。ダーウィンはこの問題について、まだ述べていなかったが、 トマス・ハクスリーはすでに自然の中の人間の位置を発表していた。それから間もなく、ウォレスは心霊主義者となった。同時期に彼は、数学能力、芸術能力、音楽の才能、抽象的な思考、ウィットやユーモアは自然選択では説明できないと主張した。そして結局、目に見えない宇宙の魂が人の歴史に少なくとも3回、干渉したと主張した。 一度目は、無機物から、生命の誕生。二度目は動物への意識の導入。三度目は、人類の高い精神能力の発生であった。また、ウォレスは、宇宙の存在意義が、人類の冷静の進歩であると信じた。この視点は、ダーウィンから激しく拒絶された。一部の死科は、自然選択が人の意識の発達の説明に、十分でなかったというウォレスの信念が直接、 心霊主義の需要を引き起こしたと考えたが、他のウォレス研究家は同意せず、この領域に自然選択を適用するつもりは最初からなかったのだと主張した。ウォレスのアイディアに対する他の博物学者の反応は様々だった。ライエルはダーウィンの立場よりもウォレスの立場に近かった。しかし他の人々、ハクスリー、フッカーラはウォレスを批判した。ある科学者は、 ウォレスの視点が、進化は目的論的ではなく、人間中心的でもないという二つの重要な点で、信仰のダーウィン主義的哲学と対立したと指摘した。進化学史では、ほとんどの場合、ウォレスはダーウィンに自説を発表させる、刺激となったと言及されるだけであった。実際には、ウォレスはダーウィンとは異なる、進化感を発展させており、彼は、 当時の多くの人々から無視することのできない指導的な進化理論家の一人とみなされていた。ある科学者はダーウィンとウォレスが情報を交換し合って互いの考えを刺激し合ったと指摘した。ウォレスはダーウィンの人間の由来で最も頻繁に引用されているがしばしば強く同意できないと述べられている。しかしウォレスは残りの生涯を通して 自然選択説の猛烈な支持者のままであった。1880年までに生物の進化は科学界に広く受け入れられていた。しかし自然選択を進化の主要な原動力と考えていた主要な生物学者は、ウォレスト・アウグスト・バイスマン、ランケスター、ポールトン、ゴルトンなどごく少数であった。1889年にダーウィニズムを出版し、 自然選択に向けられる科学的な批判に応えた。シンガポールにて、1862年1861年に儀形にあてて人類の多数にとってある種の宗教は必要であると書いた。ウォレスはまた骨相学を強く信じており、若い頃から催眠術にも関心を持っていた。デスターの学校では生徒たちを使って実験を行った。 彼はまず催眠術の実験から始めた。これは論争の的であった。ジョン・エリオット・ストーンのような初期の催眠術の実験者は医学界と科学界から厳しく批判された。ウォレスの催眠術に関する経験は後年の心霊主義の調査に引き継がれた。1865年にアネファニーと共に心霊主義の調査を始めた。まず文献を調査し、 その後、高齢会で観察した現象をテストしようと試みた。そしてそれらは自然的な現象であるという信念を受け入れた。残りの人生の間、少なくともいくつかの高齢会での現象は本物だったと確信したままだった。たとえ多くの詐欺の告発が行われてもトリックの証拠が提出されても彼にとって問題ではなかった。歴史家と電気作家は 一体何がオレスに心霊主義を受け入れさせたかで意見が一致していない。ある電気作家は婚約者に婚約を破棄された時に受けた衝撃を示唆した。他の研究者はそれに対して物質界と非物質界、自然界と人間社会のあらゆる現象に対して科学的で合理的な説明を見つけたいというオレスの願望を強調することを好む。心霊主義は完全に 唯物論的で機械論的な科学にさらされており、英国国教会のような伝統的な教義を受け入れがたいと感じていた教養あるビクトリア朝時代の人々の心に響いた。しかし、ウォレスの視点を深く追求した何人かの研究家は、これはウォレスの科学や哲学の問題ではなく、宗教に関する問題だったと強調した。 心霊主義と関係した19世紀の知識人には、若い頃のウォレスが憧れた、社会改革者、ロバート・オーエンや、物理学者、ウィリアム・クルックス、ジョン・ウィリアム・ストラット、数学者、オーガスタスド・モルガン、スコットランドの出版業者、ロバート・チェンバースなどがいた。ウォレスの心霊主義の公然とした指示と、心霊主義に向けられた詐欺の告発に対する用語は1870年代に、 彼の科学的な評判を傷つけた。以前は親しいであった同僚の科学者たち。例えば、ベーツ、ハクスリー、ダーウィンとの間は緊迫し、彼らはオーレスがあまりに信じやすいと感じた。他の人々、生理学者、ウィリアム・カーペンターや動物学者レイ、ランケスターはこの問題に関して公然とオーレスの敵対者となった。チンパンジーのイラスト、ダーウィニズムで、 自然選択を人間に適用した章より、ウォレスと他の信頼主義用語の科学者は、書籍や新聞から広い批判を受けた。特に医学雑誌ランセットは彼らを痛烈に批判した。1879年に、ダーウィンがウォレスへの年金交付のために、博物学者から賛同を得ようとしたとき、ジョセフ・フッカーは次のように述べた。ウォレスはかなり立場を失った。 心霊主義への執着だけでなく、イギリス学術会議の彼のセッションの会合の意見に反してわざと開いた心霊主義に関する会議のためにも、彼は好ましくないやり方でそれを行ったと言われている。それが理事会に引き起こした憤りの声を私はよく覚えている。フッカーは最終的には誓願を支持することに同意した。動物の地理的分布より、 六動物地理区を記した地図1872年にダーウィン、フィリップ・スレーター、アルフレッド・ニュートンといった友人たちをせきたて動物の地理的分布の研究を開始した。最初はほとんど前進することができなかった。動物の分類法は非常に多く、しかも流動的であった。分類学に関する新しい研究を出版した後、1874年から、 本格的に調査を始めた。スレーターが発展させた鳥類の分類システムを拡張し、哺乳類、爬虫類、昆虫を分類し、現在でも用いられている動物地理区の基盤を作った。そしてそれぞれの動物地理区の中で現在と過去に動物の分布に影響を与えたと思われるあらゆる要因について議論した。例えば陸橋の形成と消失や 氷河の増大などである。彼は山の高さや海の深さ、地域の植物の特徴など、動物の分布に影響を及ぼしたと思われる要因を記した地図を作った。また、基地の動物の属と都がをまとめて、それらの地理的分布をリストにした。旅行者がどんな動物がどこで見つかるかを学びやすくするためにテキストが整理された。その結果、 1876年に二巻本の大著動物の地理的分布が出版され、これはその後80年にわたって動物地理学の権威あるテキストとなった1880年にはその続編となる島の生命を出版し、島の動植物について詳述した。ウォレスは島を異なる3つのタイプに分類した。太陽島はガラパゴス諸島やハワイ諸島などである。これは 中央海嶺にできており、過去にどこかの大陸に属したことはない。そのような島は、地上生哺乳類と爬虫類の欠如が特徴である。渡り鳥と人間によって持ち込まれる生物を、例外として、その島に住む生物は小動物の偶然の到達と、それ以降の進化の結果である。次に大陸島を、グレートブリテン島のように現在でも、 大陸の一部であるとみなせる場合と、マダガスカル島のように最近になって大陸から分かれた島に区別し、その違いが動植物症にどのような影響を与えるか議論した。そして隔離がどのように進化に影響を及ぼすかと、結果的にそれがどのように動物の種類を維持することになるのかについて述べた。また、気候の変化、特に氷河期が島の動植物症に与える影響に、 ついても論じた。島の生命は出版時に非常に重要な研究とみなされ、科学界での広い議論を引き起こした。生物地理学の広範な研究は人間の活動が自然に与える影響に目を向けさせた。1878年の熱帯の自然とエッセイでは森林伐採と土壌侵食、特に熱帯のようなタウ地域での危険性を警告した。 植物と気候の複雑な相互作用を指摘し、セイロン島やインドで行われていたコーヒー農園のための熱帯雨林の広範な伐採は気候に影響を与え、結果的にその土地を侵食し、困窮を招くと警告した。また、ヨーロッパの植民地政策に関して、セントヘレナ島について、次のように述べた1870年に、ジョンハンプテンという名の地球平面説の支持者が、 水を用いて地球が突型に湾曲していることを示せた人に500ポンド支払うという雑誌広告を掲載した。資金難に苦しんでいたウォレスはこの挑戦に興味をそそられた。彼は運河に沿って6マイル離れた位置に2つの物体を設置し、それらは水面から同じ高さの位置に固定された。その2つの物体の延長線上の端に望遠鏡を取り付けた。 望遠鏡を覗くと、一方はもう一方よりも高く見えた。これは地球の湾曲を示していた。雑誌の編集者は、ウォレスの勝利を宣言したが、ハンプテンはそれに従うことを拒み、ウォレスを告発した。ハンプテンは数年にわたる攻撃キャンペーンを開始した。結局、複数の名誉既存訴訟にウォレスはかったが、賭け金以上の訴訟費用と、 不毛な論争は長い間ウォレスを苦しめた。1880年代初頭に天然痘の予防接種義務化についての議論に参加した。ウォレスは当初これを個人の自由の問題とみなした。しかし予防接種の反対者によって提示された統計のいくつかを見た後予防接種の有効性を疑い始めた。当時、病原体説はまだ新規で一般的に認められてはいなかった。 さらに誰も予防接種が働く理由を説明する人の免疫系の知識を持っていなかった。ウォレスは研究を調査し予防接種の指示者が疑わしい統計データを使用したいくつかのケースを発見した。常に権威に疑いの目を向けていたウォレスは天然痘の発生率の低下は公衆衛生の改善が原因だと確信するようになった。また医者には ワクチン接種によって得られる利益があると感じた。さらに、ウォレスと他の反対者は、ワクチンの接種がしばしばずさんな不衛生な方法で、行われ危険を引き起こすと指摘した。1890年には問題を調査していた、王立委員会でその証拠を示した。委員会が、ウォレスが提出した資料を調査したとき、疑わしい統計を含む問題が発見された。 ランセット氏は、ウォレスと他の反対活動家が統計データを選別的に利用し、彼らの立場に都合が悪い大量のデータを無視したと述べた。委員会は安全性を高めるよう手順を変更し、また接種を拒否した人へ厳しく対処しないと方針を少し変えたが、予防接種が効果的で義務化されたままでなければならないと判断した。1898年にウォレスは、 委員会の調査を非難するパンフレットを書いた。ランセットはそれに押収し、委員会に提出したのと同じ誤りを多く含んでいると述べた。1907年に短い本、火星は生存可能かを出版し、パーシバル・ローウェルによって提唱された火星の運河説を批判した。これによって、イギリス科学会でも火星の環境に関する議論は、 論ずるに値すると認識されるようになった。自分自身の数ヶ月の研究と他の専門家からの意見を参考に、火星の気候と大気の状況の科学的な分析を行った。とりわけ大気のスペクトル分析が、水蒸気の存在の兆候を示さないと指摘した。また、ローウェルの分析には深刻な問題があり、特に地表の温度を非常に過大評価しており、低い気圧は、 液体の水の存在を不可能にしていると指摘した。彼の人間中心的な哲学、宇宙に存在する人類は我々だけであると信じたいというオレスの思いがこの話題に興味を引かせた。著述活動の結果、死の時点でオレスは長期にわたって活躍した科学者、社会運動家として広く知られていた。ジャーナリストは様々な問題における彼の視点を報道した。 多くの名誉博士号を受け、ロンドン王立協会会員、コプリメダル受賞者、メリット勲章受賞者でもあった。とりわけ自然選択説の共同発見、生物地理学への貢献は彼を突出した重要人物とした。彼は疑う余地なく19世紀で最も偉大な、博物学者、探検家の一人であった。にもかかわらず、彼の名声は死後急速に薄らぎ、 長い間科学史において、さほど重要ではない人物として扱われていた。多くの原因が推測されている。謙虚さ、ダーウィンの名を立てすぎたこと、自分の評判に気を止めず人気のない説を擁護する、意欲、型にはまらない彼のアイデアへの科学界の不人気などである。近年、いくつかの電気の発表と著作の復刊、ウォレス研究に関するウェブサイトの公開によって再び、 名前が知られるようになった。現在では進化学者に贈られる最高の賞とみなされるダーウィンメダルの最初の受賞者である。1868年には王立協会からロイヤルメダル、1892年には王立地理学会からファウンダーズメダル、1908年にはコプリメダルを受賞した。同年、英王室からメリット勲章を受け、ロンドン銀ネ学会からは、 自然選択説発表50年を記念して創設されたダーウィン・ウォレスメダルの唯一のゴールドメダルを受賞した。1893年に王立協会会員に選出された。ロンドン昆虫学会の会長、英国学術協会の人類学部長、生物学部長などを歴任した。1898年にロンドンで行われた国際心霊学会議の議長を務めた。 月と火星に彼の名を冠したクレーターがある。2005年には彼を記念した研究施設がサラワクに開設された。ウォレスは非常に多作であった。2002年にウォレスの著作を分析した科学史やマイケル・シャーマーによれば、22冊の本と747編の小論を書き、そのうち508が科学的なもので、うち191がネイチャー誌に発表された。 747の小論のうち29%が博物学と生物地理学27%が進化理論25%が社会評論12%が人類学7%が心霊主義に関するものであった。ウォレスは植物の学名で命名者を示す場合にアルフレッドラッセル・ウォレスを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズには アルフレッド・ラッセル・ウォレスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。